かき氷はもはやジュース。どうもシャルロットです。 My name is シャルロット。やばすぎ。本日の企画はででん、初めての蒙古担々麺食べるデブ。ジャパニーズベリーベリーホットヌードル。というわけでね、蒙古担々麺、もうね、日本ではね、最近おなじみになってきましたね。この蒙古担々麺を私ね、初めて食べてみたいと思います。これね、相当辛いらしいんですよ。もうね、ジャパニーズベリー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 ホットヌードル。だからね、正直ね、不安です。食べきれるかなっていうね。でもね、美味しいとも聞きますんで、まあね、不安と楽しみ混ぜません。で、私ね、デブでございましてね、これだけでは足りません。で、ラーメンの相棒といえばね、こいつです。じゃじゃん、チャーハン。これね、冷凍のチャーハンなんですけどもね、こいつと一緒に平らげていきたいなと思っております。じゃあ早速ね、こちらにお湯を入れまして、これはね、レンジで解凍していきたいと思います。ちょっと待ってて。はい、というわけでね、まあ蒙古タンメン、お湯を入れてきました。そしてチャーハン、冷凍解凍してきました。まあ、ね、蒙古タンメンの方はね、5分待つんです。お湯を入れてから5分待ちます。なのでその間にこの美しいチャーハンのインサートでも撮りましょうかね。いや、このチャーハンいいわ、最高。このね、美しいですよ。チャーハンっていうのはもう芸術です、美品です。では5分経ちましたので、蒙古タンメン開封していきましょうか。まずね、こういうね、ソースがついてます。要はね、もうデスソースですね。まあ、旨味オイルなんですけどもね、こういうソースがついて、うわー、すっごいなー。で、このソースをかけます。うおこれ辛そうやな。ちょっとじゃあね、皆さんちょっと見てって見てって。蒙古タンメン、このような感じです。なんかね、辛そう。いや、シンプルに辛そう。ではこのラーメンとチャーハンセット、ジャパニーズチャイニーズセットが完成しましたので、食べていきたいと思います。それではいただきます。まあ、まずはね、やっぱり蒙古タンメンからでしょう。あ、けどね、結構ね、量が多いです。これ結構ボリュームあるな。で、麺が結構ね、見た感じぎっしりしてる。ではいただきます。あー、辛い。お、辛い。あー、でもうまい、めちゃくちゃうまい。最初打ってくるけど、後からうまみの方が勝ちます、これ。いや、めちゃくちゃうまいわ、これ。辛い。あの、スープの味とかもうまいですけど、これ麺が結構やっぱうまいね。麺がね、がっしりしてるんで、めちゃくちゃうまいっす。で、このね、麺とこの味がめちゃくちゃ合う、この辛みが。あー、うまい。夏に最適です。じゃあちょっとね、チャーハンいきます。これはね、僕分かってるんで、美味しいっていうのは。おお、テンション上がる美味しさ、ぶち上げのうまさ。これはまずいわけないのよ。で、合うんすよ、これと。あー、辛いけどうまい。何これ、この感情。何、あーってなるけどうまいってなる。聞いてたほど辛くはないよね。なんかこれ選んだやつがそうなのかな。そんなに僕はまだ全然いけます、これだったら。あー、でもうまいわ、このチャーハンね。焼き豚がゴロッゴロしててすっごくうまい。豆腐が入ってるっていうね。うん、豆腐だ。全然辛くない。うん、うまい。ちょっとね、わがまましちゃっていいですかね。ちょっとチャーハンが半分ぐらいあるんで、この出汁をちょっとね、かけて、チャーハンをね、こういう風にして。はっ、最高だ、最高。なんだこれ、うまみ倍増したぞ、これ。
調味料としてもいけるね、これ。うわ、うまいわ。汁結構残ってるんだけど、やめられないわ、うますぎて。今まで買わなかったけど、めちゃくちゃうまい、これ。何これ。辛いけどうまい。何これ。感情が潰れちゃう。完食しました。辛いけどうまい。はい、というわけで、ね、お送りしてきました、初めての蒙古タンメンを食べるデブ。いやー、なんでしょうね、もうね、うまい、うまいけど辛い、辛いけどうまい、もうね、ホッハッホッハッみたいなんで、もうね、やみつきになります、これは。で、びっくりしたのが、チャーハン一緒に食べてて、チャーハンにね、蒙古タンメンの汁かけたらめちゃくちゃうまかった。もうね、うまみが、もうそのままでも当然美味しいですけど、うまみが爆発してた。だからね、それだけ辛いけどうまみが詰まってるんですよ、蒙古タンメン。というわけでね、蒙古タンメンさんのこのカップラーメンはセブンイレブンに行けばね、売ってますので、まだね、未体験の方、ぜひ食べてみてください。まあ、ちょっとね、辛いの苦手な方は厳しいかもしれないですけど、まあね、辛いのいける方はぜひ食べてほしい。辛みも強いけど、うまみも強烈に強い。これはね、カップラーメンの中でもハイクラスのね、ラーメンになってます。というわけでね、本日も動画のご視聴ありがとうございました。告知だけやらせてください。私ね、カロリーパラダイスというね、オリジナル楽曲を出しています。今流れてる曲なんですけども、これよかったらね、 iTunes などの各音楽配信サービスでよかったら流れてますので、よかったら皆さん聴いてみてください。そしてなんとね、このカロリーパラダイス TikTok、Instagram のリールで使えます。まあね、よかったらこんな踊りで僕は踊ってるんですけども、いろんなダンスナンバーになってますので、よかったら気軽に使ってみてください。というわけでね、本日も動画のご視聴ありがとうございました。よかったらね、この動画高評価よろしくお願いします。そして何よりも、チャンネル登録よろしくお願いしますね。いろんな企画やっていきますので、よかったらね、コメントなど、リクエストのコメントなどあればね、ぜひ皆さん、どしどしください。それでは、今日もありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。